鴨遺跡一塚鴨遺跡は、兵庫県川西市の伊丹岩宮の東北端にある、弥生時代の巨大集落遺跡である。標高40から45メートルの大地で、大阪平野を一望できる場所に立地している。東西800メートル、南北400メートル、広さ約20万平方メートルの規模に及ぶ広大な、観光集落である。観光集落の中でも防御性に特徴がある。 斜面看護を持つ遺跡として、例の少ない遺跡である。1911年に、大地の東斜面から、栄根道卓が発見された。それに従い、近くの石器製作所跡として紹介された。その後、1952年から2005年までの間に225回にわたって、学術調査が行われ、2000年に国史跡に指定された。調査の結果、 遺跡東部に縦穴住居の並ぶ居住区、西部に方形修行墓、木管墓の並ぶ墓地の存在が判明した。このことで遺跡全体が計画的に区画されていることが明らかになった。また、1992年の調査では、大型の掘立柱建物とそれを囲む方形区画が見つかった。集落の市町村の住居家、 宗教施設の可能性が推定されている。1936年に近隣の宮川唯一が鴨遺跡で採集した土器と石器を展示するために開館した宮川石器館がある。また、1993年、鴨遺跡をはじめとする川西市内遺跡の出土遺物を収蔵、展示する川西文化財資料館がオープンした。ありがとうございます。